ハムスターがすごく今活動してるんですよ。聞こえる？おー、やばい、すごい。すごない？でさ、電気つけたら、電気つけたら、なんか、止めるんですよ。回るの。あ、もう喋ったら止まってる。なんか罪悪感湧くんですよ。え、ごめんみたいな。なんか一応タオルかけたりとかして明るくしてたんですけど、なんか止まるんですよ。だから、え、じゃあ消すよって思って、消しますって。でも最近ちょっと配信できてないしなと思って、配信しようって思ったんですけど、考えて今この状態。しかもね、まだ明るいじゃないですか。この画面の明るさすごいあると思うんですよ。これね、なんかテロップ、なんか配信者には分かると思うんだけど、配信者じゃない、視聴だけしてる人に伝えると、本当の暗さはこれなんですよ。これ。でも、なんかこう画面を、なんかテロップのね、編集画面みたいなのを押すと、なんか光るんですよ。あ、光ってない？ でも、テロップ編集画面を押すと、コメントが見えないんですよ。っていうね、この矛盾。コメントを取るか、私の顔面を撮るか。どっちがいいですか、皆さん。ちなみに今これはコメント見えてます。どっちがいいですか、皆さん。私の顔を撮るか、己のコメントを撮るか。どっちがいいですか。コメントで、うわ、そういうやつらよな、貴様らは、ほんまに。じゃあちょっと、半分半分で見ながら、とりあえずコメントを読みます。ごめんね、暗くて。ちょっと、明日は、ちょっとね、ハムスターに断りを入れて、明るくしていいって言いながら配信したいと思います。聞こえる？回し車の音。耳を澄ませば。いかが？いやー、だからね、本当にすごい、やばい。私の暗闇加減が。すごい元気。おきちゃんが寝てる間もカラカラ言ってるのかな。いやね、もう電気消した瞬間、パーって飛び出してずっと回してます、本当に。3時間ぐらい。これ一応ね、サイレントの滑車、ホイールっていうのかな、回し車なんだけど。お、ギフトありがとう。サンキュー。ありがとうございます。こんな素敵なギフトをもらっても、私こんな暗闇で申し訳ないな。ハム元気ですね。でも夜とか、夜っていうか昼とか朝はずっと寝てますね。いやー、ちょっとこういう配信は今日だけにとどめておきたいな、なるべく。なるべくとどめておきたいけど、ちょっと今日は許してください。申し訳ない。
ペサポ見たよ。おお、そう、さっきあげたスペシャルサポーターに動画あげました。私の今の気持ちの歌第2弾。その後本当は配信しないつもりだったんですよ。でもなんか最近してないなと思って、まあ最近って言っても2日ぐらいだけど、いやー、ラジオ配信がねできればいいんだけど、そしたらね、私の別に暗闇だけでもね、皆さんもさ、なんかツイッターとか見ながら声だけ聞くみたいな感じでできるんだけども、なんか顔をね3分以上見せてないとバンされるんですよ、勝手に。だから顔を見せとこうって思って、暗闇で暗闇でスペースしない。いや、スペースやりたいんだよね。怒られるかな、ダメなのかな、知らないんだよね、スペースできるか。え、勝手にしたら怒られそう。それな、勝手にしたら怒られそう。てか聞いても やらせてくれなさそう。どうだろう、私インスタ持ってないからできない。いや多分ねダメな気がするな。うん、なんか欲しいね、今後のために今後のためにこの暗闇でもできる配信欲しいね。いやもう本当にかろうじて見えてるって感じ。見えてますか、生首みたいになってない、大丈夫。大丈夫かな、一応テロップで保険かけてます。起き上がろうか、それか。いやでも起き上がってもな、見えないんだな。ミラーボールありがとう。それでは聞いてください、暗闇って。チレチチチレチチチレ、あー修学旅行みたい。確かに、いやもうどう頑張ってもね暗闇なんだよね、やばい本当に、やばいやばい、どうやったらこの生首感を抜け出せるのか、私にはちょっとわかんないけど、暗いよね。シュー、見て、メイクしてないのにまつげ上がってるの、めっちゃ良くない？化粧してる感がある。目だけにしとこうか、このラインだけだったらいいじゃない、このライン、このここの顔のまん、そしたら生首感なくなるんじゃない、口が見えないか、口まで映んないな近い。今皆さんのコメントを見てます。皆さんのコメントで私の目が映ってます。これが本当の花見嫌な花見やな今日はもうこんぐらいドアップでいきます。今日はドアップ、暗闇ドアップ配信で行かせてもらいます。ちなみにコメントは見えてます花
花見してないんだよね。いやー、いろいろ最近発表があったけど、皆さんはついてきてますか、情報に。スペイベとかー、5周年のグッズとかなんやらかんやら今日発表されました。リネタンの水着グラビア、リネタンね、プラチナフラッシュ買うしかないぜ、楽しみ。それもあるね、今日いろいろと発表されております。乗り遅れてる、やばいやばい、情報に、情報社会についていけるかな。FTA5 周年コンサート当選しました。そして本日支払い完了しました。お、いいね。いや、リネタンのびっくりしたよね。まさか STU がグループとして解禁。いや、なんかね、なんか、言っていいのかな、わかんないけど、いや、 STU は解禁はしてないですよ。なんかあれはちょっと企画、なんかリネタな、なんて言ったらいいんだろう。でも楽しみよね。そう、だから STU がね、こう見えるかは分からん、写真集とかかな。いや、私さ、メールにさ、STU 水着解禁なんやってメール書いたらさ、なんか違いますって言われたから、あれそうなんだって思って、あ、水着解禁ではない、あのリネタは水着だけど、 STU が水着解禁ってわけではないらしい。私が勝手に興奮して一人で言ってしまった。楽しみですね。うわー、すごいドアップでなんか気まずくなってきた、だんだん。だんだんドアップが気まずくなってきた。ポコちゃん加速中、聞こえる音すごい、すごいですね、音する、すごい走るよね。ハムスターってなんかめっちゃ走るらしい。今すごいやばい走ってる。なんかハムスターって何万キロも、何万は嘘かもしれない、何キロも移動するんだって、夜にかけて。なんかその習性で、そのホイールって言うんだけど、回し車のこと、ホイールをね置いておかないといけないんだって、運動不足になるから。そう、ほんとめっちゃ走る生き物らしい。今走ってますね。楽しそう。見に行きたいね。元気かな。
なんか私の目の中にハートあるんだけど、なにこれ。あ、ハートじゃない、ショールームのコメントか。ハートに見える。潰れたハートっぽい。なんかこういう形のお菓子あるよね、ラスクみたいな。ゲンジパイだ。あ、消えちゃった。あ、なんか形が変、こうか。ゲンジパイ発売中。めっちゃ PR みたいになっちゃった。ゲンジパイ発売中です。そういえば、実は実は、あのですね、なんとこの間8枚目シングルのカップリング曲が解禁されたんですよ。皆さん知ってました？暗いね。どうやったらこれ明るくなれるんだ。ちょっと待って、起き上がろう。起き上がってもね、暗くなるわけじゃないんで。あ、皆さんラジオとかで聞いてくれてる方が多いのかな。暗いっすね。やばい、ポコ太郎が不審がってる。私が起き上がったから。そう、ポニーテールをほどいた君を見た。白いものでね。あ、再開し始めた。警戒心がすごいんですよ。お、いいんじゃない、この白でちょっと光を当ててく。ポニーテールを解いた君を見た。皆さん楽しみにしていてください。ラジオでは1番までしか聞けなかったんですけど、でも今日はアザージャケット審査委員会、なんかあの他のメンバーがもうやってたんですけど、そこで結構普通に流れてたからフルで聞けますね。ポニーテールをほどいた君を見たよ、青い月の中に浮かび上がる美しい天使、僕が知ってる君とは全然違ってたんだ、長い髪かき上げて微笑む瞳は何を誘うの、チャラチャ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 ラチャ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 。楽しみにしていってください。なんか歌詞がね、結構ね、これはおじさまが主人公なのかなっていう考察をしてる。なんか歌詞がね、これは女子高生を見てるおじさんの歌詞なのかなって感じ。ちょっと昭和っぽい。確かに昔のなんか乗れる曲のイントロっぽい。あと何年か時が経てば話しかけられるか。すっごいハムスターが。
でも私結構ね好きなんですよ。楽しみ。プニプニ。暗い。すごい走ってるくない？これね本当にね毎日ね何時間もずっと走ってるんですよ。元気よね。1日でも12時間ぐらいなんかノロノロ過ごして、あとの12時間ずっと走ってる。寝不足にならん。全然私はね寝れる、寝れるっていうか、私も結構不規則な生活してるから、ポコ太郎と一緒に寝てる時もあるし、ポコ太郎が走り回ってる時に寝てる時もある。全然いつでもどこでも寝れます。めっちゃ走ってる。見に行ってみよう。ちょっと元気してるかな。よいしょ。いやでも暗いからね見えるかな。ちょっと待ってよ。見えないわこれ、全然見ない。やばいやばい暗闇すぎる。こちゃんどこおるの。やばい本当に見えない。何も見えないわ今ね。みんなに見せてあげようと思ってるんだけど見えないですね。ごめんね、ごめんごめん、帰る帰る。ダメですね、暗すぎても見えないですね。しかも止まったし。よいしょよいしょ、回らなくなっちゃいましたね。よいしょよいしょ、ダメですね、見えなかったです静かになった。いや多分ね警戒されてません。なんやこいつって思われてると思います。ちょっとおとなしくしてみます。太郎って言ってるけどメスなんですよ。ごめんね、いいよ動いて。動き始めてました。でもね手のひらにね自主的に乗ってくれるようになりました最近は。それがね可愛いですね。一人じゃないって感じする。うん、なんかね、あ、命がって感じ。普通にケージ開けたらもう寄ってくる。餌もらえると思ってるのかな。ひまわりの種もらえると思ってるのかも。噛まれない。なんかね軍手してたらもう噛まれないんだけど、手だとねまだちょっとなんか噛まれるかも。軍手はもう噛んでくるの無視してたら軍手じゃ噛まなくなりました。まあ噛むって言ったらそんなに痛くはないんだけど、素手だとねわりかしまだ
たまに噛まれる。可愛いですでも。やばい、こんな真っ暗でごめんなさいね。いや、じゃあそろそろ終わろうかな。ちょっと明日はちょっとね、さすがに光を当てて配信したいと思います。ごめんなさいね。今日はこんな感じで、おきちゃんはこういう感じで毎日9時ぐらいから暗闇で過ごしてるんですよっていうのをお伝えしてみました。この後も私は暗闇でございます。ということで誕生を読みたいと思います。13位ライデンタさん、12位エボーネさん、お、ランキングが変わりましたね。13位エボーネさん、12位北の国さん、11位ライデンタさん、10位森県銀河さん、9位ヤスさん、8位バンボシさん、7位ゾウの鼻は長いさん、6位パパパンダさん、5位マッカさん、4位モンブランさんでした。13位回まで皆さんありがとうございました。そして3位がジョーさん、2位がパチロクさん、1位がキノコのみさんでした。3位か1名の皆さんありがとうございました。すごい、こんな真っ暗闇の中もうどう頑張ってもね、明るいスポットがないんだよね。近寄るしか、暗闇の中ありがとうございました。明日からもまた一日頑張ろう。まあ、ゆっくりできる人はゆっくりしてね。明日は明るめの配信をしたいと思います。バイバイ。ポコちゃんとの音を聞きながら私も寝ます。おやすみなさい。3、2、1、マイチャラ、ありがとうございました。